韓国産海産物が放射能汚染の可能性。韓国近海が非常事態。北朝鮮の黄海北道平山郡にあるウラン工場から放射性廃棄物を含む排水が排出され、これが西海、黄海に流れ出しているとの見方が15日、米国時間に米国で報じられた。延坪島沖合では渡りガニなどが水揚げされているが、これらの海産物が放射能に汚染される可能性も排除できないという。引用。北朝鮮ウラン工場の排水、西見に流れてくる可能性。2019年8月17日7時38分、朝鮮日報日本語版。北朝鮮の黄海北道平山郡にあるウラン工場から放射性廃棄物を含む排水が排出され、これが西海、黄海に流れ出しているとの見方が15日。米国時間に米国で報じられた。米政府系放送自由アジア RFA によると、米国の民間人で北朝鮮について分析しているジェイコブ・ボーグルージは15日、現地時間、衛星写真などに基づき平山鉱山周辺の川は黒い物質によって汚染されているが、これはウラン工場から流れ出した廃棄物だ、川の水が放射能で汚染されている可能性が高いなどと指摘した。RFA が公表した人工衛星写真を見ると、レーシゲル港支流を挟んで上にはウラン鉱山と工場があり、下には排水と廃棄物を集めたとみられる貯水池が存在する。ウラン鉱場と排水の貯水池をつなぐパイプから黒い物質が漏れ出しているとみられ、これが川の周辺や貯水池を黒くしている。ボーグルージはパイプの両面が破損して、漏れ出しているこうして中にあるもの、廃棄物、が川に流れているようだと指摘した。原子力について詳しい米国在住のチェ・ハンゴン博士は RFA の取材に単なる精錬ではなく、核兵器製造のための濃縮分離段階で出てきた廃棄物であれば、汚染が心配だ、わずかの放射能でもそれに汚染された水を飲めば、人体に蓄積されてしまうなどと指摘した。韓国の情報当局は工場から排出された物質はウラン廃棄物ではなく、工場関連の単なる汚水と廃棄物の可能性もある一つの物質と断定することはできないと主張している。しかし韓国軍などではその危険性は見過ごせないと懸念する声が根強い。ある韓国軍関係者は北朝鮮の廃棄物施設などがずさんな点を考慮すると、ウラン濃縮過程で発生したウランのカスなどが周辺の川に流れ出している可能性も考えられる、特にこれらのカスは川の下流に堆積するが、レーシゲル港下流は延坪島や高岡島から近いので心配だと懸念している。延坪島沖合では渡りガニなどが水揚げされているが、これらの海産物が放射能に汚染される可能性も排除できないという。慶広市大学原子核工学科の朝鮮人、ボムジン教授はウラン廃棄物の流出は事実かもしれないとする一方で、ただし重要なのは廃棄物が放射能に汚染されているその度合いだが、国際的な基準値以下並みに流れ出す時に薄められ、高架島などでは検出されないかもしれないとの見方を示した。ワシントン朝義春、チョ・ウィジュン、特派員。引用。開きカッコネットの声と字カッコ。韓国産水産物は輸入禁止だな。再開。それどこ。ローカルなで再開、黄海、東海、日本海。と勝手に呼ぶ分には別に構わないのよね。他国に強制しようとするから頭おかしいと思われるだけで。放射能か。日本にイチャモンつけてる場合じゃなくなったね。天罰かな。これは韓国のリヤカ基金油だわ。ああ、ソウルの方が福島より線量高い理由わかった。韓国製シナの放射能汚染はひどいんだろうな。チャイナが半島周辺の海産物を欲しがらないわけだ。早急に放射能汚染韓国の輸入禁止にしろ。トリチウムぐらいで人命に関わるとか言ってんだから、それがウランだったら社会機能が欠損するぐらいの問題が起こるんじゃないか。マジな話。そもそもあいつらが流した原料なんだから自業自得じゃね。これはもう、韓国産農産物等は全部輸入禁止だろ。WTO だってそう言ってくれるだろう。放射能に韓国国民が異常にこだわるので、放射能が基準値以下でも福島農産物を日本から輸入禁止するという韓国の要請を飲んだ WTO。今回、日本は韓国、
北朝鮮の乱世西洋上物流で問題で韓国産農産物の輸入を日本が禁止できると WTO に訴えることができる。韓国は放射能基準以下の日本製品輸入を禁止した。今回、ウラン生成余剰物という放射性物質という極めて危険な物質を朝鮮半島で確認されるなら、完全輸入停止を韓国に通告すると WTO に訴えることが可能。WTO は却下できない。韓国産の海産物からは糞便性大腸菌が頻繁に検出されてるのに、検査は総数の 15% ぐらいで検疫するらしいから怖くて買えない。ちゃんと検査するか輸入禁止にしろよ。てか、ソウルまで5から60キロメートルしかないような。韓国のソウルの日常の放射線量が平均より高い理由ってこれじゃないのかしら。川に流れ込んできてるんでしょう。ソウルの街中にわざわざ川を掘り起こしたのよね。そもそも廃棄物アスファルトに混ぜ込めて道路に撒いてるのに。福島のトリチウム含有水花天に苦情を言い、北朝鮮の放射物質廃棄水汚染に口を紡ぐ。韓国政府と日本のマスコミ。てか、セシウムやトリチウムと、ウランの差がわからないという恐ろしさ W。身に漏れてるとしたら、陸地はもっと汚染されてるわけで。確か朝鮮半島の水脈は上から下へ。